はい、皆さん毎度でございます。今日はね GoPro HERO10 Black の、テスト第2弾ということで、1カメが GoPro HERO10 で2カメさんになった GoPro HERO7 の、取り付けアームが来たのと新しく新調したマイクですね、ピンマイク、がちょっと不具合あると、要はバタバタバタと傘切り音が大きくなるとブチブチブチっと、ノイズが入るっていうのをいろいろちょっとテストしてみた結果、やっぱりあれはマイクのせいでノイズが入ると確定しました。一応 GoPro HERO10 に風切り音の抑える機能があるんで、それをオンオフしたりとかしてって分かったこと、外部マイクは、風切り音低減っていうんかなっていうのは聞きませんていうか機能してません。それでマイクにつなげて、外部マイクをつなげてフーフーとか息かけてみると、やっぱりブチ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 って、新しいマイクは言います。で今またソニーの、ピンマイクに変えてます、こちらだと言わないはずです。セブンの時はそんなん言うてないしね、息をボーっと吹きかけたりした時にブチブチブチとかいう音も、まあ、家で部屋でテストした時もそんな反応はなかったんで、またテストコース、もうテストコースになってるけど、この周回コースで、ちょっとテストしてみたいと思います。では2カメさんの位置かなり変わりました。まあ、これでどんな絵が撮れるのか、テストします。まずはあれかな、外部マイクのブチブチ音についてです。もう一回おまわりさんには内緒でちょっとだけ加速していきます。大丈夫やと思うんやけどね、これやったら。ちょっとチャリンコがおるから前か。ちょっと加速が少なかったんだ、チャリンコさんがおったから、まあ、もう一回やってみようと思います。2カメさんの位置もんでええけど、どんな感じかな。多分この角度やと、タンデムしてる嫁さんの位置もまあまあわかるんじゃないかなと思ってるんやけど、もっとね頑張ってカメラを外へ持っていこうと思ったらいけたんやけど、あんまり外へ持っていくと、この車体の幅からカメラが大きく外へ行くっていうのもすごく運転してて気持ち悪いね。ちょうどこれぐらいが多分これぐらいやと、GoPro HERO10 の画角には出たり入ったりぐらいか、ひょっとしたら入ってけえへんかぐらいやと思います。2カメさんがね、2カメさんが入ってくるか入ってけえへんかぐらいの位置で、多分これまっすぐ見てたら2カメさんは、1カメさんHERO10の方には映り込んできてないような気がします。おそらくここやからね、ここ、まあ、コードも実はこの USB-C のコード、家に何かのおまけでついてきたやつが結構あるんですけども、みんな短くてね、ここの USB の電源からここまで伸ばせる、USB コードがなくて、一生懸命矢探ししてやっと見つけました。これ多分何かのバッテリー、 GoPro HERO7 の時かなんかの時に、バッテリー買った時についてた長いちょっと長めの USB-C のケーブルやねんけど、まあこれを見つけてここまで伸ばせるようになりました。買ってこうかなと思ってんけど、これ買うのもな、あるはずやと思って探したらありましたわ。でとりあえずちょっとテストします。どうでしょう、ブチブチ、これブチブチ言ってるのはヘルメットの音かな、ひょっとしたら。なんかヘルメットがブチブチ言うてたような気もするけど、だけどマイクのテストやった時もふーって吹きかけたり、息を吹きかけたり、おーって大きく、ほんまに、耳元じゃない、マイクの縁でウォーウォーと言うてみるとブチブチブチって言ってたんで、まあマイクのせいやと思うんですけど、今ちょっとミチミチミチってちょっと気になったんで、もう一回行こうかな。でこの長い用アームやけど結構安定感ばっちりやね。これ多分高速でも十分耐えると思います。触った感じもそうですし、まあ、多分 GoPro の HERO7 のこれバッテリーを使ってないっていう、ちょっとわずかにも軽くなってるっていうのが効いてるような気がするな。バッテリーを使ってません。給電は、USB、 バイクの USB から電源取ってます。だからそのおかげでというか、この線抜けると止まります。その代わり、バイクのキーを抜くとか、USB のケーブルが外れるとかしない限りは延々取り続けることができます。それに開始何分かも分かるな、これこの前のモニターでずーっとこれ表示されたままやってんな。今12分4秒。時間の管理もできるという、素晴らしい。行きます。もう一回風切り音テスト。さあソニーのマイクはどうでしょうか。ちょっと家帰って確認したいと思います。まあこうやって喋ってるけどね、まあこれを動画にするかどうかは謎ですこの2カメさんのアングル、これが最適やと思うんやけどな。よかったら皆さんご意見いただけるととってもありがたいです。それでは、またツーリング行ける日を夢見て、皆さんコロナに負けないように自粛頑張りましょう。